日本保守党と特別党友関係を結んだ名古屋市の地域政党減税日本ですが、党所属の村瀬清美市議が離党届を提出しました。離党届を提出した理由について村瀬市議は、相談なくことが進められ憤りを感じたなどとしており、今後は無所属での活動をするとのことです。特別党友関係を結んだ党の議員が離党届を提出したという出来事は、日本保守党にとってネガティブなニュースとなってしまうのかもしれません。さて、こういったニュースが飛び込んできた場合、マスゴミはこぞって大々的に取り上げ、ワイドショーなどで徹底的批判を繰り返すのがこれまでの流れだったのですが、この件についてワイドショーをはじめとしたテレビ放送を目にしません。なぜ放送しないのでしょうか。この理由については日本保守党の顧問弁護士北村春夫さんが先日発言した内容が当てはまるのではないかと思います。北村さん曰く、主にテレビなどのメディアは日本保守党を取り上げない、取り上げてしまったら同党の政策も取り上げなければならない、そんなことをしてしまうと自分たちにとって不都合が生じてしまうからと考えているからではとのことでした。今回の離党届が提出されたニュースに関しても、このニュースを扱うことで日本保守党の存在を広めてしまうというマスゴミにとって大変不都合なことになってしまいます。そのため、普段であれば美味しいと感じるこの手のニュースでも報じることができないという歯がゆい思いをする結果となってしまっているのだと思います。関係者の皆様、今回は大変残念でしたが、これにめげずに頑張っていただければと思います。ただくれぐれも頑張る方向を間違えないように、平等な立場からの報道をお願いいたします。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。